ガーリチの紋章。ガーリチは、ロシア連邦のコストロマ州西部にある古い町。人口は19,151人。ガーリチは、州都コストロマからは北東へ121キロメートル、ガーリチスコエコの南のほとりにある。湖の水は、ブヨクサ川を経て、ブイでコストロマ川に合流している。ガーリチは、ヤロスラブリからコテリニチを経て、キーロフへ向かうシベリア鉄道本線と、 シュートコストロマの路線が交わる鉄道の欠接点でもある。モスクワからは鉄道で約5 0 0トル最寄りの町には4 5トル北東の中フロマ4 8トル西の部位がある。パイシェフ修道院ガーリチの町の成立年は定かでなく1158年または1159年にユーリードリゴルーキー校が築いたとの説もある。 中世前期に、キエフルーシの人々が築き、現在のウクライナにあるハール一にちなみ、ガーリチと名付けられたと考えられている。ガーリチは1234年にグラドメルスキーの名で、記録に書出した。ガーリチには、岩塩が豊富にあったことから、その採掘と生塩が盛んで、次第にヨーロッパ東部の塩港駅の中心地となり、名の由来になったハール1の町をしのぐ勢いを見せた。 1246年には独自の公国の都であり、アレクサンドルネフスキーの弟が治めていた。1363年にはモスクワ大公国に屈服し、独立を失い、公の一族はノブゴロドへ逃れている。15世紀から16世紀にかけてガーリチは黄金期を迎える。この時期ガーリチは、ロシアの毛川公益及び塩公益を支配しており、 この経済力をもとに15世紀にはドミトリー・シェミアーからガーリチ公はモスクワ大公位を狙いバシーリー二世と戦いを起こすようになるこの頃町の丘の上にはクレムリが築かれ土の城壁が巡らされたこの丘は今もシェミアーかの丘と呼ばれている1450年にはガーリチはついにモスクワ大公国に占領された16世紀のガーリチは ロシア唯一の開港であった、八海のアルハンゲリスクと、ロシア中心部とを結ぶ、交易路の重要都市であり、穀物や毛皮の輸出で繁栄していた。17世紀初頭にはロシアは、動乱時代に入り、ガーリチは、ロシア・ポーランド戦争で侵入した、ポーランド・リトアニア共和国軍により1612年に、焼き払われている。アルハンゲリスクを通じた交易は17世紀の間も、 続きガーリチの経済を支えたが、18世紀初頭に、ピョートル一世のロシアが、イングリアを手に入れバルト海に面した、新首都サンクトペテルブルクを開くと、ガーリチは、外国との交易路から外れ経済は衰退した。クレムリも、ピョートル一世の時代に解体されている。1778。この時期の建築は、今もガーリチに残る。ソビエート連邦時代には、 大きな工場が建てられ、一時期、イバノボ工業地区に属した。カザフスタンで使われている、ガーリチクレーン車工場製のクレーン車ガーリチには、機械工業、薬金工業、木材加工、家具製造、医療などの大きな工場がある。代表的な工場が、ガーリチクレーン車工場であり、ロシアのクレーン車製造大手になっている。また、ガリチ地区には、 FM 放送及びテレビ放送のための高さ350メートルの電波塔が立つ。ガーリチの最古の建築物は、パイシェフ修道院で14世紀初頭に創建され、16世紀に建てられた5つのドームのある聖堂や1642年に建てられた3つのドームのある聖堂が残る。街の中心には18世紀から19世紀の 都市計画で建てられた新古典主義建築の建物が多い。1815年に築かれた精神所福音大聖堂を、1825年に建てられた市場などがこれにあたる。2004年からガーリティでは、ロシアの家族と題された短編映画祭が催されている。これは、ロシアの伝統的な家族価値を宣伝し、ロシア社会を精神的、 道徳的に癒すことを目的としている。ありがとうございます。